です。言うて言うと、観光リゾート開発事業第一班の班長として無人島をリゾートにすることにした三浦班長。たぬき開発の無人島移住パッケージでアイリスと春巻きと共に無人島を訪れました。ついて早々たぬき地に移住費用を請求され、5000マイルの借金を背負いました。将来一大リゾートになるはずのこの島の名前は言うて言うと。それではスタートします。はい、たぬき地さん演説しますのか。何ですか、あなた。皆さん、たぬき地だなも。こちらは毎日島の出来事をお知らせする島内放送だなも。はい、皆さんの暮らしに役立つ情報をじゃんじゃんお届けしますので、ぜひ耳を傾けてちょうだいね。何の話？はい、 YouTube の生活のお役立つ情報をお届け。 DIY でのものづくりは楽しんでくれて、まだ DIY まで入ってないんですね。今日たぬき地に DIY を教えてもらうつもりなんですけど、アイナジュの探検ワークショップ、はワークショップ行かなあかんらしいですね。はい、あ終わり。ほな今日は、あ手紙届いたな。先手紙読むか。母から、おかんからの手紙届いたで。夕飯へ、無事と今頃無事に着きました。心配なので差し入れします。食べてもしめてもし、母より。ってことはなんか、あの種かな、あなんかちょっとお母さん心配されてるけど、俺も心配なんだよ。たぬき地のあんな態度取られて、なんだろう、なんだ、リンゴじゃん。リンゴって植えたらリンゴの木育つんだっけ。なんか光ってんだけど、これ何、何これ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 、な、たぬき、こう光ってんだって、ほら見てよ、これたぬき地じゃない。たぬき地じゃなかった、つぶき地だった。っていうか待って、俺なんかさ、釣りとかできないわけ。たぬき DIY 学びに来たよ。うん、いらっしゃい、だなぼ。 DIY で自分で作ってみる。あ、そうなんですね。 DIY 学びに来たんです。よろしくお願いします。体験します。何作るんだろう。はい、簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えば、あと作るだけ。ただしその台みたいな道具が揃ってる専用作業、あ、右のその定規とかいろいろあるやつだね。釣り竿、あ、ここで作れるんだね。材料集めてきてもらおうかな。今回作る木の枝たったの5分。ちゃんとしょぼいけどって聞こえとるぞ。はい、木の枝5本で釣り竿作れるんだって。木の枝5本っていうことは耐久性そんなにねえな。そんなんではゴミ、クジラが吐き出したゴミぐらいしか釣れへんね。結構まだアイリスと春巻きに会ってないんだけど、あいつら生きてんのか。おいた。木の陰から出てきた。お前さては木に住んでんな。さっきいなかっただろ。やっぱリスは木から出てくるもんなんだよな。せっかくキャンプテント張ってあったのに、ちゃんとキャンプの中で寝ろ。テントの中だ、キャンプの中でなんだ。おい、入れねえ。入れるようにしとけ、いつも。持ってきましたよ。何舐めたことしてんの。ビール飲んでんじゃん。おい、仕事中だぞ。材料の準備ができたのかな。じゃあ、いい釣り竿を作ってみるだろうも。よし、釣り竿を作るぞ。しょぼい釣り竿、しょぼいってわざわざかかんでいいじゃん。もっといいか、かわいいじゃん、この釣り竿。木の枝じゃん、マジで。よこらしゃ、よこらしゃ、よこらしゃ。イエーイ。完璧だろも。最後に参加してもらったお土産として手頃な材料で作れる簡単な DIY レシピをプレゼントするだろも。スマホに転送するからちょっと出してくれる。はい、どうぞ。来い来い、エアドローできるんけ。 Bluetooth、 Bluetooth やった。 DIY レシピ加わった。ありがとう。あの外にさ
光ってたものがあったじゃん、床に。あれスコップで掘れるんちゃうかなって思ったけど、スコップまで作れない。とりあえず作れるものは作ろう。とりあえず木の枝、この2つ作るのに合わせて8個いるから、8個木の枝集めてくるわ。木の枝ですね、木の枝。おはよう、春巻きくん。いい天気だね。ね。ヤミウハン、お前が決めてくれた場所、絶妙な感じだぞ。これからもお互い協力しながら仲良く行くことよ。そうそう、なんだ。テントの場所探しの俺。あ、マジ、なんかくれるって。なにこれ、帽子くれてる。メッシュキャップ、言うて言うとでかぶるのぴったりだと思うぞ。よかった。X ポケット選んで。おーい。すぐに脱いでくれて困らないからさ、残ってよ。めっちゃ可愛いじゃん。ありがとう。ちょっとじゃあつけてみるね。見といて見といて、春巻くん。こんな感じになるんだよ。あ、待って待って、ほら見て、任天堂のあれかな、メッシュキャップかな。どう、似合ってる？はい、春巻くんめっちゃ見てくるじゃん。俺に恋してるわけ。ほら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 、あ、こうやってなんか嫌な住人追い出してた時期あったな俺。こうやってほら、あ、怒った。腹筋が折れてないのがバレちゃうじゃないのか。こんなことよ。大丈夫だよ、タヌキチンの方が。うわ、どんよりしちゃった。ごめん。ごめんって。なんかすごい悪いことした気分になる。と。よし、完了。ここいつも一発で入れんの。自動ドアで突っかえるやつみたいになってるじゃん。ちょっと本当に入れないんだってこれ。あ、 A ボタン押さなきゃなんかな。あ、ちゃんと本読んで次は真面目にやってますよ風になってるじゃん。えらいえらい。よし、じゃあとりあえずこれを作りましょう。おいしょ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 、できたー。しょぼい釣り竿。2個も作っちゃった。え、俺間違って作っちゃった。間違って作っちゃった。いや、さっき左に釣り竿なかったんだよ。ここ、こいつら2人がさ、こっちにいたからさ、俺間違えて2個も釣り竿作っちゃった。最悪。なんでだよ。売るか後で。さっき作ったチェグザー後で売ろう。立て付けが悪いな、ほんとか。いやー、今のはマジでしくったな。木の枝も落ちてないんだけど。あー、蒸し雨マジで。どうしよう、分解とかできないのかな、 DIY で。ほんとにショックなんだけど。俺何してんだよ。ちょっと、おい、ねえ、売れないの。ゴミ箱に落ちたりしてない？これゴミ箱やろ。おい、あ、リサイクルボックスあって。ダンボールいらねえ。作れないんだよ。どうしようどうしよう、悲しいな。あ、日用品販売。ドラム缶とポリタンク。なんか、そっか、でも俺どっちにしろ金がないからな。なるほどね。雑草もゴミとかも売れるわけね。じゃあ売っていいですか、釣り竿。あのね、余分に作っちゃったんですよ。これよろしく。あ、あげる。はい、100ベル売っちゃう。悲しい。俺はたぬきマイレージでさ、この昆虫ハンターの道とかあるやつ、俺今日やりたかったのに。釣り名人、釣りの腕前は磨いておくに越したことないんだ。もうたぬき開発は釣り名人を目指す皆さんは全力で応援するな。っていうことはこれ10匹魚使えりゃいいの、捕まえれんのか。これはちょっと見てみよう。あ、
魚がいる。おし、ほな、こりゃ。魚だ、俺の記念すべき一発目の言うて言うとでの魚だ。ほら、続け、結構太いな。あーっと、危ないぞ。おし、ごや。なんだ、お、なんだ。ん、これは彼を釣り上げた。ん、これってよく言ったら、ヒラメなの？ヒラメだって、俺の一発目の魚ヒラメだった。彼なのかヒラメなのか。ヒラメでござる。よし、ここにもいるぞ、ちっこいのが。ほら、川に流されて。俺うまいだろ釣り。あっ、なんだこれ。ん、ブロギルかな。タナゴタナゴだって。カエル君いる？ごめんね、さっきは押して。あ、来た。ほら、あちょっと先走っちゃった。何だったんだろう。たまにあるよね、なんかああいう大物が来た瞬間ビビり倒して早めに落ちちゃうことって。お、なんだ、土壌か。これは土壌を釣り上げた。あら、いさそう。いいですね。俺も水族館も作りたいんだよな、ちゃんと。今日は船もしないな。なんだこれ、何。アジ、俺好きなんだよ。アジは何でもうまくなる。開きにしても、あの刺身にしても、アジのたたきな、めっちゃうまいよな。あ、結構でかいぞこれ。なんだ、なんか俺の島めっちゃ、なんだろう、ヒラメ釣れるんだけど。なんかヒラメとカレーってどっちが高いんやったっけ。なんかどっちかが高級魚だよね、割といい感じの。てか、ヒラメとカレーもほぼ一緒ないから、同一のくくりにせえ。あーっと、間違えた。うわー、逃がしちゃった。よし、なんや、これはイエローパーチ。そんなに黄色くもない。今どっちかっていうと緑ですね。いい色してますね。レゲエみたいな色しと。タナゴ。なんで俺リゾット作りたいのに3匹こんな借金取りの毎日してんだよ。おっしゃ、おじゃまる。あ、イカだ。これはイカを釣り上げた。ゲッソー。結構、え、なになに。うそー、待って売っちゃったね。今日の分の釣りで売っちゃったんだけど。え、なんてイカあった俺。え、ちょっと持っときゃよかったじゃん。何してくれてんの。おい踏んだり蹴ったりだおい、買い戻ししたいんですけど。できないですよね、さすがに。はい、決定です。これ買い取ってくれ。はい、うん。お、結構高値で買ってくれる。売っちゃう。ドラム缶とポリタンク。ドラム缶は治安の悪さを演出するのに抜群ですね。あー、売ってるじゃん。なに、早く売ってよね。重要なことは早く言って。おい、俺は今テンションが上がってる、猛烈に。ありがとう。買っちゃう、こんなもん買っちゃう。これも欲しい。ありがたすぎる。ありがとう、豆吉。有能。やっぱ、タヌキチより有能だ。多くでビール飲んでるやつは違うわ。やった、俺今日何もできないと思ってたけど、これまだ釣り竿いけるぞ。最高。最高侍。はい、取ったぞー。なんだ、おいかわだって。なんだ、ハマチか、アジか。さっき出た。あと、あ、もう終わったんかな、もしかして。やったー、マイルゲット。受け取る。300マイルゲットしました。あ、これ段階があるんだ。次100になってるわ。なるほど。基本のすべては挨拶から。じゃあこれもやってみるか。全員に声かける。さっきカエルには声をかけたから、あと声をかけてないのはあれだ、アイリスだな。
스부장ここら辺にいるないつも会いに来てくれたんだねだもんねどこへ住んでるか先立つも必要なんだねだもんね金は必要だぞ世の中金で回ってんだ甘っちょれことするなあなんだあできたできた今日の分受け取るポン300マルゲット次じゃあ公園中反対の道行くとするか捕まえまぐるぞ虫をあすいませんすいませんバイビー違うね本当はなアイリスになこうやって頭叩きたかっただけやね悪っゲットゲットでっかいなアゲハチョウだアゲアゲだあいたマンショットをゲットする俺モンショットよいしょこれはモンショットですね白くてチャーミングこの辺りも何かいらっしゃらないんですかあパチンコ買っとけばよかったパチンコ買っとけばよかった飛んでるプレゼントが飛んでるねえどうしようパチンコ持つの急いで帰り取ろう早く早く早くくれパチンコくれパチンコパチンコ欲しい早く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 ほらパチンコよいしょ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 どこ飛んでるかな今飛んでた絶対飛んでたいないもう飛んじゃったかなもう飛んじゃったかももうなくなっちゃったんだけど悲しいむしゃくしゃするから魚釣りしちゃおうくそーパチンコせっかく持っときゃよかったああいう時のためのパチンコくそああ後悔あアゲハチョウのアゲハチョウがいるアゲハチョウがいる気になるそっちもアゲハチョウの方がレアだからなアゲハチョウ釣りに行こうじゃないアゲハチョウ取りに行こう待て待て取ったぞー取ったぞー取ったぞーあ拍手してくれてるアイリスがすごいでしょあげないからね取ったぞーうわあっちにもあっちにもムンシャチョウいるあっちにもムンシャチョウあっち届かないわあれはイエーイおいしょほら見てよ粒ほら粒俺取ったんだってモンシロチョウあいつにしてくんないわでっかっ川の魚なのでっかい何これこっちくっつけおい違うそっちじゃないんですよこっちなんですよほら何何何ブラックバスブラックバスだよしうわ、結構いっぱいになっちゃった。売りに行こう。はい。ていうかさ、これ、俺持ってるこれどうしたらいいんだろう。葉っぱの傘と素朴な DIY 作業台。ここで使えるんかな。こうだろ、こういうことだろ。ふむふむ。素朴な DIY 作業台のレシピを覚えた。ふむふむ。葉っぱの傘のレシピを覚えた。これ、雑草で作れるって言ってたよな、アイリスちゃん。雑草10個で作れるって言ってたねほんでアイリスちゃんにあげたいな作れたらおいしょよしこれでたまったぞたまったので確認あ壊れちゃったまあいいかちょうどいいやありがとう今までよしこれで昆虫ハンターいけたよし300マイルゲットよし作るぞ葉っぱの傘作っちゃうこれアイリスちゃんにあげるやつ葉っぱの傘ができたよしこれ後であげようじゃあこいつらの治安の悪さといったらドラム缶と焚き火だと思うのでドラム缶と焚き火をこの辺に置いて治安の悪さを演出してあげようここら辺は治安が悪いので近づいちゃいけませんよという観光客に向けてのメッセージです。よかったですか？どう思いますかこれ。うわ、俺の帽子。あ、そう、かぶってんの。さっき目の前でかぶってたけどね。結構似合ってるぞ、抜かせよ。ありがとうね。俺にまた今度なんかあげるから。
ということで今回はこの辺にしておきましょう。次回またマイルポイントで借金地獄生活を送ります。ではチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。早く俺のリゾート地作りてえな。